低減ダムは南西諸島の石垣島中部を流れる宮永川水系底原川に建設された灌溉のためのダムである。農業用のフィルダムとしては日本で最も長い停滞を持つ。宮永川土地改良事業の一環として前里ダムと共に建設された。 ダムで蓄えられた水は灌溉用水として使用され、石垣島中部から南部にかけて広がる3460ヘクタールの農地を潤している。石垣島は年間降水量が多いものの大半は梅雨と台風によるものであり、降水量は不安定である。このためしばしば干ばつが発生し、農業生産は不安定であった。特に1971年は3月から9月に、 かけて191日間に渡り雨が降らず深刻な事態となった。沖縄本土復帰を経て1975年から宮永川土地改良事業が始まり、1992年までにダムや排水池などが整備された。低減ダムはこの事業の一つとして1982年6月10日に着工し、1990年9月11日に淡水式、 1992年11月4日に、春工式、翌5日に観光式が行われた。低減ダムの建設に要した費用は概算で176億円であった。ダムの管理は1993年4月1日から沖縄県に委託されている。洪水破棄は長さ60メートルの線形自由越流式であり、取水設備として3機のスライドゲートと1機のローラーゲートを備えた。 シャドイが採用されている。隣接する前里ダムとは全長929メートルの表道水路で結ばれており、貯水量の少ない前里ダムの余剰水を受け入れる役割も担っている。ダム右岸に管理棟と余下方の水の石碑が置かれている。ダム日下げ台上には遊歩道が伸びており、尾本岳や空だけを眺めることができる。ダム湖の周辺にも遊歩道が整備されている。 ダム湖を見下ろす丘陵地にはサッカーパークアカンマがある。宮永川土地改良事業10年の歩み p 7現地案内看板による。ありがとうございます。